すがですね、やっぱり。いや、でもそんなこと聞いていいのか、 なんで選んでくださったのかな。いや、もうずっと活躍し続けてるし、いろんなあの、幅も広いじゃないですか。ある意味意外というか、なんかびっくりしました。よかったね。でもあれ嬉しいです。そういう印象が強いっていうことです。お子さんができて以来、前ほど外に出ない向けじゃないですか。でも今日久しぶりに写真撮っていただいて、多分その結婚の写真撮っていただいて以来ですね。ってなるともう3年ぶり、こういう、うん、あのちゃんとした格好にジュエリーつけて写真撮っていただいてっていうのはすごい、はあ、久しぶりにこんな場所に来たなみたいな。いや、良かったですよね。楽しかった。こういう状態でもっていうのも変だけど、自分の中ではそういう本当に、うん、もう本当に毎日ぐっちゃぐちゃになりながら生活してるような気がして、ね、まあでも本当、一日一日積み重ねて頑張りたいなって思うので。子供ってそのぐらいやんちゃなもんなんだね。まあ、あの全部やりますね、やってほしくないこと。片っ端からもう障子見たら触る、うん、触っちゃいけないものにまず触る。おもちゃじゃない、うん、ある意味おもちゃよりもやっぱり親の普段使ってる大事なものが見たいと、うん、ちゃんと向こうは向こうで観察してて、お母さんが大事にしてるものを触りたくなったりするんだよね。でちゃんとなんか耳に当てて、もしもしとか OK とかって言ってたりする、うん、あそこ私電話しながら OK って言ってたんだとか、ちゃんとこう、うんうん、ぬいぐるみをこう寝かしつけたりこうやってるのを見ると、ちゃんと見てるんだなって思います。次何かをあの役をやりたいとか、うん、こんな役ならやりたいなとか、こんな歌を歌いたいとかそういうなんか欲望みたいなものがどんどん出てくるんじゃないかと思うんだけど、なんか本当に半々で、うん、もう丸2年3年ぐらいお芝居をしてないんですね、うん、他の仕事はしてるけど、うん、だからまた戻る時に多分きっと緊張するのかなとか、ね、でもなんかやっぱりまたこの期間を経て出せるものってあるのかなって思ったり。そうですよね、うん、あのやっぱりそういう時間ちゃんと自分で経験して、愛情の感じ方が違うから、やっぱりこう役にすごく違った形で出てくると、うん、はい、まだ親になってから2人とも親の役をやったことがないんですよ、うん、だからこれちょっと今までも独身っていうか、あの子供ができる前に親の役はやったし、その時もすごい気持ちは入ったけど、うん、今やったら できるかなっていうぐらい、多分やっぱりドラマって楽しいことばっかりじゃないから、ドラマ上でも親子が出てくるってことは何かがあるってことだから、ちょっとこれ内容によっては耐えられないかもよねっていう風な、でもだからこそ出せるものとか、今後こういう状況を経てまたドラマとか映画に戻って出せるものがまたあるのかなって思うと、それはそれで楽しみだなって思います。どなたか、あの女性で、うん、自分がインスパイアされた人だなって思う人ってのはやっぱりいますか。なんかでもやっぱり歴史が好きだったりして、昔の女性はすごいなって思うことが多くて、うん、特にまあ戦前とか明治から大正ぐらいのあたりので、もう当たり前に日本の文化とか習慣はもうありながら、うん、新しいものもバーって入ってきて、うん、でそれに対応したり、じゃあ頑張ろうって社会に進出したりとかっていう、なんか内と外の本当に両方のバイタリティを持っているような気がしていて、そうやって戦ってきた女性たちをいろんな作品で見たりすると、あ、自分も頑張らなきゃなとか、もっともっとその便利なものも多いけど、古き良きものとかを見つめ直して自分の中に取り込んでいきたいなっていうふうに思います。そういう意味では、あの次どんな芝居を役柄をやるかは見てみたいもんだと思いますよ、はい、あとはなんか、うん、本当にまたちょっと書いたりとか、うん、書き残したり
今の生活せっかくあるしっていうのもいつかやってみたいなって思います。うん。